皆さん、こんばんは。えー、ジャーナリストの古瀬光春こと篠原常一郎です。えー、頑張って今、いろいろ健康を終わってですね、ようやく、明日でもでも実はあの、おはようテラちゃんなんで、早めに寝るということで、もう寝酒なんですけど、寝酒やるんならですね、えー、やっぱり俺話ですね。で、今日はですね、話さずにはいらない出来事がありますしね、まずはですね、 あの、ちょっといただきものばかりなんで、ちょっとご紹介しますとね。まあ、スイカとね、スイカとこの、アサリ、アサリのですね、こういうのはね、あのー、買ってきたんですけどね、このいただきものこ、これですね。この、このフォーク、こっち、こちらをね、いつものあの、手作りのやついただいたんですけど、これまた別にいただいたんですね。で、これ、これも、両方使ってですね、ちょっとね、えー、つまみをつまみながらですね、これもいただきものですね、えー、秋田のカップ酒ですよ、これ、秋田の。えー、 では、ああ、ではずるですか。ではのつるつるですか。ええー、これいいですよね。ええー、秋田の、ささ、ささ、ささ、とうまつり、ささ、ささ、ちょうちんですね。ちょうつきまつりのおガツラが入ってますが。これを早速開けてですね。開けるとこれ一杯なきゃなんだなけど、まあこれぐらいなら飲めますわ。だから、ちょっと一杯いただきます。ありがとうございます。はあ、はあ、ちょっといいですね。 ちょっと口いいんですね。夕食は食べたんですけどね。ちょっと。まあ、小腹が減るけどもね、糖質制限ということで。糖質はでもこっちあるから。うん。うん、美味しいですね。結構ね、日本酒をね、いただいてますとね、これをちょっと順次、あやっつけてるところですけどねあの。美味しいですね。これはほんとさっぱりしててね、 ちょっとこういうの、あれだよね、食べ先持っていくとパッパッとこう、いっぱ杯ずつ綺麗よくいけそうでいいですねで。また結構これをね、日本酒の場合ね、あの、カップをね、飲むとね、あのー、これで満足しちゃうっていうのがあるから、飲み過ぎをしなくて良いかもしれない <laughs> と思いますね。えー、で、今日はですね、まあ皆さんご存知かと思いますが、今日は、 えー、6月16日、2020年6月16日ですけども、なんとですね、えー、午後2時50分ですね、とんでもないことを、あのー、えー、ヨジョン同士やってくれましたね。あの、私があの宣言したヨジョンプロ,プロジェクトを始動したよ、というのはですね、いよいよですね、あの、開始、開始の第一歩を入りましたね。えー、ケソン工業団地のですね、えー、中にあります、南北、 共同連絡事務所は、なんとですね、偉大な、あ朝鮮人民軍ですね。朝鮮人民軍です。あの、朝鮮語で言るとね、えーえー、朝鮮人民軍の手によって、えー、爆破されました。何を嬉しそうに言ってんだ。いや、やるときはやるなっての、ね、呆れるというかね。あのー、でもね、あのー、あの国ね、NK 国をですね、 相手にすると、結構ね、行ったことってやるんですよ、あの国はね。それが重要で、何かこう声明出しました。いっぱいですね、えぇ、ー、ジョン同士はあ、いっぱい声明出してましたよ。もう、決裂の時が来たぞ。とで、あの、南北共同事務所跡後方もなくどうもこうので、悲惨な光景を見せて、えー、見ることになるって言ったら、本当に、やりましたね。で、いくつかもう映像がね、 あの、YouTube 上がってるから探してみるといいですよ。おログ検索して、えー、南北連絡事務所とかやってやると、もう、円形からですね、監視カメラの映像だと思うんですけども、あの、ケソンの工業団地、相当遠くからね、あのー、あの、警告料からも見えますからね。でそこから望遠で撮ったやつで、バーンとね、 あの、ダイナマイトで建物を壊すときの特有の爆発の仕方がね、撮影されてますし、それから、あれですね、もう、跡形もなくですね、ボロボロになって、鉄筋がこう一、二回分は残ってるようなね、そんな写真も出回ってるようですね。えー、まあそもそもどんなものかっていう映像もね、ニュース番組なんかのね、映像ではありましてね。まあなんかもったいないことしますよね。だって、えー、一昨年作ったもんですよ。 一昨年できたものをね、しかもですよ、人の金で作ったものだからね、もう、もう、しげもなくぶっ壊しちゃう。どうせまた作るだろうという腹がありますよね。でいずれにしてもね、これはでも、あのー、こんなことをね、実は、うちはもやってるうちはね、あのー、トランプ大統領は知らんぷりですよね。あの、よく昔ね、あのー、お父さんの代にあったのは、あのー、 はっきり言って、えー、ソウル支店はもういいから、あの、ワシントンの本店出てこいってやったもんだけど、今回はね、あ、そういう解説してるニュース解説してるけど、僕は違うと思います。あの、単純にね、あの、引っかかったんですよ、ムンちゃんが。何引っかかったって言ったらね、えー、まあ、一連のですね、おととしにですね、えー、首脳会談をやったんだけど、そ、それ以降いろんな約束しちゃいましたよね。 えー、軍事合意とかね。で、あそこでいろんな約束して、特にね、やめときゃいいのにね、風船飛ばすの止めるって約束しちゃったんですよ。でも、こんなんだって飛ばすなよって言ったって、飛ばすわけでしょあのー、それはだってあの人たちのステータスだし、今までですね、例えば今度あのー、国会議員になったね、僕はよく引き合い出しますよね。僕はあの、テヨンホさんとはかなりね、長時間話したことがある中なんだけど、あの、元の北朝鮮のね、 ロンドン講師のテイオンホさんは、いろいろな話をしたことあります。えー、もう一人のね、えー、コチェビーね、あのー、コジ出身で、えー、まあ、コジ時代にね、あの鉄道に手とですね、足引かれて、えー、松松江の脱北者って言われてるね、えー、チソンホさん、チソンホさんなんかは、いろんな運動を通じてですね、何百人も、 脱北した人を助けてきてますけど、そういう人たちのうちでね、やっぱり、えー、風船のね、えー、飛んできたものを見て、えー、あるいはですね、これを驚いたんだけどね、放送やってるわけですよね。大北と放送。これを聞いてね、えー、決意して出てきたって人もいるわけですから。そうしたらですね、えー、体制の崩壊を狙ってるね、あの人たちはやめるわけないですよ。で、そもそもで、今までですね、あのー、 まあ、NK 国も、K 国の国民であるって憲法に書いてあるんだよね。だから、助けなきゃなんないんだから、そういう助ける営みを合法的にやってる人たちなんで、これを規制するっていうこと自体が、K 国の法体系では間違ってる。現にですね、過去ですね、えー、まあ、これは南,南北をね、やっぱりいろいろ関係をつかさどってるね、政府の足引っ張るもんだから、これは違反だっていうことでね、告発されてるんだけど、 裁判で無罪なんてね、これ確定してるからね、今ガチャガチャ言ってね、こいつらのその団体の認定を止めるなんだって言ったってね、できやしないんですよ。で、結局ね、発表しといて、警察に何とか取り締まれ、えー、その法律の方は何もない、ということが、もう露呈されて、大恥かいてるんですよね。あのー、警告の政府はね、まあ、そんな低たらくですからね。でもそうするとね、じゃあどう、何が困るかって言ったらね、あのー、 ヨジョン同士が言ってんのはね、あんたら約束守ってねえからって言って責めてんの、約束守れないっていうことになっちゃうわけで、これはしっかりはめら、は肩はめられたなと。肩に、肩にはめるっていうね、あの、裏業界の言葉ではね、うんえー、そういうことか、なってるわけで、えー、これは最終的な結,結論どこ行くかって言ったそれはごめんなさいですよ。ごめんなさいって言っ必ずですね、あのー、口で謝るだけじゃないですからね。うん というのは、だから、僕はですね、えー、例えば、さっき名前出したね、天皇ンさんが、まあ、向こうの外交官としてね、徹底的に身につけさせられた交渉術、交渉術です。これが、あの、個人的にも交渉術うま,うまくならなきゃいけないし、あそこの全体としてもね、外交部としても、あるいはその、直接ですね、対難工作っていうか、対南交渉をするね、部署の人たちは、 身につけなきゃいけない,い,いテクニックだそうです。で、それをですね、見事に、いい束ねて、やってのけたときにいい、あの、ヨジョン同士は、真のですね、最高尊厳の後継者にふさわしい人になるんじゃないかな、ということになるわけですがね。だから、そういうことをですね、ちゃんと読まないでね、なんか通り一遍のね、いやー、瀬戸際外交怖いですね、なんて言ってるような、 なんか、あんなもん、あんな解説でなんか済むってのはいいですよね。あの地上波ってのはね。まあ、地上波はできないことをやるのはこっちの醍醐味なんでね。あの、まあ、安定に言えばこっちはも、あの、元を育て向こうの人とも話してますし、あの、いろんなその手口っていうのはね、あの、勉強させていただいて、それを皆さんに、ええー、まあ、お知らせするというのは、私の、おこの、喜びでもありますんでね。 え、あんまりニゴニゴしちゃいけないけど、ニゴニゴしてもいいと思うのは、困ってるのはね、あのー、NK 国にこう、こびへつらうだけのムンジェインが困ってるんでね、えー、どなたも亡くならなかったしね、良かったなという思いはあります。で、基本だから亡くならない、誰かこう、命が脅かされないっていうところで、今回は推移するように思ってるんですよ。で、この次もね、 打つカードはいくつかあの羅列してあって皆さんがこれを調べいただきたいし、インテリジェンスウェポンの方でかなり詳しく書いてますよ、私は。メルマガでかなり詳しく書いてますんでね。あの、そっちであの興味ある方はね、ぜひ入っていただいて見ていただきたいですけど、まあ、カードはいっぱいある。カードを与えてしまったのは、ムンちゃんなんですよ。ほんと困ったもんですね。 もう変な話、今日ね、でもね、いろいろ思ったんですけれど、これ、例えばね、警告で、この間総選挙あってね、まあ、小選挙区制だからってのはあるんだけどね、かなりですね、議席数では大発、大差つけられてですね、ムンチャン与党勝ってるわけですよね。3分の2近く住みちゃったわけですね。300議席のうちの180いくつ、190近いんですよ。確かね。えー、かなり厳しい。 韓国野党ですけども、でもね、あのー、変な話ですけど、今回のね、要注意点って分かりますよね。あの NK 国のね。おーいおい最高尊厳どこ行ったんだと。完全消えたね。うん。いやー、そうなるとね、でも実はね、危機が深まってるんですよ。そうしたときにね、あのー、あんなのをね、はっきり言えば、 風船に怒ってるなんてのは、あれはブラックなんですよ、一種の。なぜかっていうと、風船なんてだってもう17年も飛ばしてるわけですよ。で、あのー、面白いですよね。あのー、脱北者の話聞くと、やっぱりあれ影響受けてるんですよね。相当ね、あのー、いいみたいなんですよ。だって、1ドル札が入ってたり、あれは実用品、ちょっとした実用品ね、ボールペンとかね、あのー、 いい映画の入ってる、USB が入ってる時もあるんですよで。そういうものって売れるんですよ。高く。あの、USB なんかの場合、値段聞いたんだけど、月収のですね、2、3ヶ月分で売れるらしいんですよ。それだけ楽しい中身が入ってるわけね。えー、対北情報もいっぱい入ってるんですけどね。で、一時ですね、残、えー、首作戦の中身をね、解説するやつを入れ、入れたのをね、えー、米軍がね、 紛れ込ましたんで、それでもう大パニックなんですよね、向こうは。あの、2016年から17年前後ですけどね。ええー、まあそういうことなんですが。あれはだから、あの、ムンチャン政権ができてからはね、やれてないんですよお。相当刺激するのやめてくれってことをやるもんでね。はい。ちょっとちょっとこれでね、スイカ、スイカでもちょっとやって。うん。これいいんですよね、これ。 ちょうどいいきさでスイカで日本酒を飲む、うん、僕も昔だったら考えられないと今いけちゃうんですああうまいうまい適度にこうねなんていうか辛さが中和されますねうんまあ実を言うとですね あのー、風船も去ることながら、裏側のね、四国との国境からも結構入ってんですよ。これはですね、深刻なんだけど、商品として入ってくるんですよね。で、これは取締りできないんですよ。だってね、あのー、取締るって言ったってね、ちゃんとですよ、給料も払って、食料もちゃんと与えてれいいけどね、食料を現地と調達してね、 恐怖政治ですよ。みんな恐怖政治で働かしてるわけでしょ。要するに、重厚突きつけ、突きつけさせあってくらさせてる連中だけど、食料とか、自分の食,食うためのですね、生活費は自分で稼がなきゃならない。そうしたときに、国境当局は、USB を国内に入れるのが仕事になっちゃってる。中にねや、やりたい放題なんですよ、今。 あのもちろん、軽流、うん、K-POP もあるよ。K-POP もあるし、軽流ドラマも入っちゃってんですよね。で、もっと、こう、大人の親父たちが喜びそうなね、えー、映像も入ったりね。で、大体複数突っ込んであって、こう、例えばね、私も今、持ってますけどね。これはちょっと、日本に使うのは大抵大きめなんですよね。ところがね、私ね、あのー、もう今使ってないんだけどね、 あの、四国製とかね、えー、台湾製っていうのはね、すごいんですよ。あのー、これのね、三分の一ぐらいの大きさのがあるんですよ。USB って。だから、あれですよ、十円玉よりちっちゃいぐらいのやつがあのね。だから、いくらでもこれ持っていけるっていうかね。で、それにね、結構ね、あのー、ちょっとエロいもんがですよ。入って売ってたりするんですよね、台北なんかはね。 でそ,そんなことよりもでもね、僕は逆に、すごく便利だなと思って買ったことありますよ、台北で。その、これ何も入ってないですね。だって、これも結構かさばるからね。で、こって袋に入れて持って歩いてるんですけどね。あのー、まあね、だから、そういう点ではね、あのー、こういうものってね、防げないですよ。 例えばね、DVD だったらこうボックス入ってこんなになったりね。あの、あ,あと、これ皆さんご存知かと思うんだけど、VCD ってあるんですよね。昔から C コこあたりはね。もう今はほとんどないけど、まだ売ってはいますね。あの CD にちょっとが画質を落としたようなね、映画が焼いてあるやつでね、結構安いんですよ。だいたい日本円だと1枚50円くらいかな。あの 海賊版とそうでないな。でも海賊版と正規版とね、比べて値段そんな変わんないんですよ。あの、海賊版の方が、数、日本円で言ったらね、例えば正規版が100円だったら海賊版がね、70円ぐらいで売ってるんですよね。そんな程度の差しかないんですけどね。で、そういう VCD の、ね、激映画もいっぱい売ってるんですよ。あの C 国は。で、それはもちろん正規品でも持ち込まれてるし、僕は逆に C 国でね、 あの、NK 国の劇映画ね。なんとですね。あ、これはですね。もう今ちょっともう、残念なくなっちゃった友達なんですけど、まあ、NK 国の研究家がいましてね、えー、こいつも変死したからやばいんだけど、この人にね、あげたんですけどね。なんとジェンキンスさんがね、あの、出演してる映画僕見つけちゃってね、あの、買ってきて、その人に、あ,あの、お土産であげたことあるんですよね。そういうものが出回ってるんだけど、もうそういうものが、例えば、 あの、さっき言った大きさのちっちゃい10円でもかちっちゃいような CD にですね、え、2、3本入っちゃうんですよね、映画ね。そんなのが出回ってるんで、決してですよ、今回例えばね、あの、ヨジョン、ヨジョン同士がですよ、なんか野獣だのさ、字がやっと埋めるぐらいになったようなねバ、バカどもどもとかね、なんかめちゃくちゃ言ってんだけどね、今起こることじゃないんですよ。昔からやってるということとね、結構ね、あの、ルートとしてはね、 陸路が結構ね、確立してるんですよね。で、これは止めらんないんですよ。止めようとしてもね。止めたと思っても止まんない。止めたって、よし、取り締まるぞって言った時にね、品物で持ってるから差し出してくんだ。いやー、あの、我々頑張って、これくらい取り締まりましたってって出す、出すだけなんだよね。でも出して、持ってった国家保衛部のの酒を、また転売するんですよ。しかもコピーして。かこういうね、なんていうかね、一種あれですよ、この、 いわゆる USB チップとかそういうのは貨幣と同じ役割になっちゃって、高級、高額紙幣ねうん、の代わりになってるというような状況ですからね、もう完全に経済増し状態がですね、統制を上回ってるということが示されてるんですね。でむしろですね、今回飛ばしたことのね、 あの、よかったのは、だから、文政権が危機になってるってところはよかったんじゃないですか。文政権がですね、言いなりになってですね、いろんな協定を結んで、えー、それがかえって自分の首を絞めてるという点では特徴的な事態であります。で、これでなんか戦争になるとかなんとかってね、そういうことをね、思っちゃったら向こうの思うつぼなんですね。あの、やりゃしないから。あのー、でね、DMZ ね、いわゆる軍事境界線のところでね、 あの、地雷外しちゃったわけですよ。これ、ここに、あの、部隊進出させてきたからね、だいぶ警告焦ってるんだけど、やらないですから、基本。うん。ただね、これからエスカレートして気をつけなきゃいけないのは、例えば公共施設ですよね。あのー、今はまだですよ、向こうが、いわゆる、あっち領の範囲であって、そのうち海で何かやるかもしれない。 海で走ってる船なんかやるかもしれないし、橋、橋とかね、そういうものを爆破してみせるとか、浸透してきてね。えー、あるいはもう、浸透工作員なんていっぱいいるんだからね、もともとね。えー、何かしらの、例えばあ、かつて我が国にもあったようなね、高圧送電線ね、えー、送電線のあのネジを外してね、ぶっ倒しちゃうとかね。いうことはね、今後ね、警告の中であり得るでしょうね。 えー、そうすると実害がかなり出てくるかな。今回だから派手にね、爆破するっていうね、あの、爆発のテロっていうのはね、あの、心理効果大きいんですよで。それも狙ってやってるっていうところをね、読んでね、あの、こっちはだから、よーくね、向こうの手口を研究する機会したらいいと思いますね。で、 こんな相手ですから、焦らないことですよ。向こうは困ってるからやってんでね。困らしときゃいいんですよ。それしかないんですよ、手段は。だからそういう点ではね、あのー、やっちゃいけないことを全部やってる文政権ですからね。やっちゃいけないことをやるとどうなるかっていうのをね、えー、ヨジョン同士のですね、えー、お手並みを拝見するヨジョンプロジェクト。 余剰プロジェクトをですね、我々はよく観察して、今後やるべきことを決めていかなきゃならないと思うんですね。で、それでですね、やっぱりでもね、じゃあ我が国も有効な手立てをしてなかったかってそうじゃないわけですよ。これね、風船と同じぐらいの役割を果たしてるのは、担保放送潮風なんですね。で、この今回ですね、このことで、私はちょっと思い立って皆さんのお励ましを受けてですね、あのー、 マスクとですね、あの、ブルーリボン缶バッチを組み合わせて、えー、3000以上の寄付をしていただいた方には、あ限定で送りますよと、数がある限り送りますよっつって、これが大反響を受まして、相当ですね、ご支援いただくことができました。これでですね、私もですね、あの、皆さんのお気持ちがやっぱり、もうこもってて、メールもいただいてですね、あの、あ、こんだけ答えてくれるんだったら、これね、 皆さんにマスクを送んなきゃいけないなと思って、あの、仲間の業者へ相談したらですね、頑張ってですね、増産してくれたんですよ。で、まだ若干足りないんですけど、あの、なんとかね、えー、これから、ある程度追加来ても、なんとか、あの、3000以上いただいた方には、全員分ですね、送ることができそうです。ちょっとじゃ、あの、時間いただきますけどね。あの、この間ですね、 えー、当初30用意したのは、はめれた分はですね、さらに増産かけて、えー、遅れとか送っちゃってます、今日までに。で、まだ今日も来て、新たに来てるところがあるんで、えー、明日の朝までね、あの、に、こう、例えば、あの、メールで知らせていただいて、明日にでもですね、振り込んでいただいた方の分までは、 なんとか私、あの、マスクを準備して、あの、バッチと一緒に送ろうと思います。バッチも今ね、数がなくなっちゃって、今、急遽ですね、あのー、友人のところで在庫あるのをね、譲ってもらうように話をして、今送ってもらってる最中です。ですから、そちらも目処が立ちましたんでね、あの、ぜひね、あのー、あれ、ちょっと知らなかった、遅れちゃったって方は、あの、これからでもいいんで、メールいただいてね、あの、動画の概要欄の 方に読んでいただくとですね入金先のゆうちょの口座とそれからこれの連絡先のねメールわかるようになってますからあそこに連絡くださいで、その上でねあの明日にもご送金いただければあーなんとかね送ることできますからねよろしくお願いしますそれからその間にですね合わせて、えー、ご要望いただいてるですね救う会のですね、えー、拉致被害者を救う署名ですね え、これ PDF 今ね、ちょっと取り寄せてるところ、ちょっとね、時間かかっちゃってすいませんけど、PDF でね、ご希望のところに送りますんで、その上でですね、集めていただいたのまた郵送していただいてもね、郵送先もその概要欄にありますからね、え、送っていただくなりすれば、ああ、私の方で、救う会の方に集約いたしますし、え、あとなんかね、宣伝活動を組もうというところは相談してもらってもいいと思います。 えー、私、条件があればい、いくつか申し出いただいてます。えー、ちょっとね、あのー、すぐには見よう、見ようも取れないけど、来月くらい以降だったらちょっと調整できるとか行こうと思ってますからね。あのー、ぜひね、積極的に組んでいただいてと思ってます。まあ、そんなことをね、本当にありがたいことですよ。あのー、実はあの、昨日、っていうかね、あのー、日曜日のライブもちょっとすごかったんですよね。あのー、スパチャもいただきましてね。 かなりですね、あの、潮風にはですね、えー、まとまった額を寄付できそうだな、というところまでは来ていますんでね、もう一回りちょっとご支援いただいてですね、えー、私の方もね、えー、ちょっと皆さんと一緒に頑張りたいと思います。えー、いや、今日はちょっと、そ,それもあってニゴニゴしてるんですよね、今日はね。あの、ヨジョン同士がですね、 あの、革命的決意をですね、持ってですね、断固たる処置に出て、えー、南の奴らをやっつけるから喜んでるわけでは、それだけでは決してないと。あの南の奴らって時は私は普通の韓国の人には何も恨みはないし、えー、頑張って、えー、もういい加減、重汚な政権はやめさせてほしいと思ってますけどね。なかなかこれ、だから、不思議なんだけど、 南の警告よりもね、N 警国の方がなんかひっくり返るのが早いんじゃないかなって気がして、気がしてきました。あこの無茶なヨジョン同士の振る舞いを見るとね。向こうがね、無茶をしてくるときっていうのは必ず向こうが苦しいときなんですよね。あの、これ客観的にいろんなデータを潰していくとわかるんですよ。あの、穀物がどれくらい入ってるかと、今穀物買える状況にあるかとかね。なんかね、 すごいんだよね。例えば向こうに行ったフリージャーナリストさんがよく言うんだけど、いや、共和国はね、ちゃんと食料あるんだよ。あの、穀物もできててね。できるわけねえだろうよ。畑ねえんだから、大して。元々ね、輸入がないと無理な地域なんです。で、もっと言うとね、 南北が一緒になって、南の方が工作地が多いし、お米もいっぱい取れるところなんでね。そういうのと北のこの山勝ちでね、水力発電の発電量はあるわけだけどね。あのー、まあ、そういうものが本来組み合わさってね、経済圏として発展するっていう点ではね、あの分断国家ってかわいそうでね。これ、なんかに日本のせいにしてる人いるけど違うからね、これ。 あの、連合国の都合でソ連が、あの、北緯38度線から上取って、え、南をアメリカ軍中心とした西側連合軍が取って、で、それをですね、きちんとね、戦後処理できないで、独立したいという、あの、韓国の要望をね、きちんと取らないんだったら、初めからこう、統一国家にできるできるようにすればいいのに、まあ、ソビエトは傀儡設計を作ろうとしてですよ。で、アメリカはアメリカで対抗してね、あの、アメリカ仕込みのイスンマンって人を連れてきてね、 大統領にしたって、そこがちょっとね、間違いだったんだよね。でもまあ難しいけどね。うん。まあそういう意味じゃね、無茶に無茶を重ねた国家ではありますよ。で、あと交戦国でもないのに、交戦戦勝国のように振る舞わしちゃったっていうのも間違いだったのかな。だから、うん、日韓基本条約ってのは要するに、冷戦かね、韓国と日本が和解する必要があるっていうね、その戦略上のですね、必要に迫られてやったって目あるけど、 条約としてはそれはこれはこれれでで無理があるんですよだって、交戦してないんだもん、日本と韓国って。日本の一部だったんですから、朝鮮半島全体がね。そういうところはどういう処理したかっていうのは、むしろね、あのインドとか、あそのほかね、ただ、営霊だったところが独立をしてますよね。その処理にね、学ぶべきなんでね、あのフ,あのフランスに対するアルジェリアとかね。そういうのとちょっと違うんですよね。 でしかも、なんか、戦後賠償みたいな形にしちゃった。まあ、やったことだからね、ひっくり返せない。むしろ、これをひっくり返してきた文ン政権が国際法違反をやらかしてて、まあ、それをですね、肯定してやるべきだ、やるべきだって、なぜかそういう土地狂った人がですよ、土地選挙に、あの、立候補しようとしてる弁護士だったりするんだよね。うん。弁護士なのに、全くリーガルマインドなし。うん。こういう人はもうダメ。うん。あの、退場。と思ってますけどね。うん。 いやー、しかしね、あのー、そういう点ではね、正しい点に立てばね、必ずこれ解決できますよね。うん、で、それが、一つチャンスが来てるのかな、っていう気もしますね。えー、すごく、あのー、まっとうな人も増えてると思うしね、韓国なんかはね、反水曜デモなんていうのは命がけでやってる人たちを見るとそう思いますしね。えー、むしろ日本の方が情けないよね。うん。あの、見識が、 もうちょっと足んない人が多いからね。うん、まあそんなこんなを思ってますけどね。ともかく、あのー、今、北も揺れてますから、北に対して有効だを与えるようなことをね、なるべく今のできる範囲でもでやっていって、えー、拉致被害者や特定失踪者の方々をですね、助けたい。ってあの考えてみればそういうことが原点で僕も政治に関わってるっていう面もあるんでね。理不尽なそういう人たちを助けたい。 いうふうな状況に置かれた人たちをね、えー、そういう営みが僕の周辺で行われてきたということに対しては何かしらの絵にし運命を感じます。まあそういうことでね、まあ今日はですね、もうだいたい30分くらい喋ってきたんでね、終わりにしますけどね。明日はね、お,おはようテラちゃん活動中に朝6時から出ましてね、えー、その後ね、アフターテラちゃんもまたやります。やっぱりもちろんですね、今こんなニュースやりますよって来てるんですけどね、あのー、やっぱり 韓国ネタですね、うん。そういうのが出てきますよね。えーまあ、そういうことなんでね。まあ、ぜひですね、皆さん、あの、もし、早起きの方がいらしたらですね、えー、6月17日朝6時から7時のですね、水曜日のおはようテラちゃんは、私がレギュラーで出ております。えー、寺ラ島直政さんと一緒に、いろいろ町長々発信やってニュースの解説をいたします。で、その後ですね、えー、撮ったアフタテラちゃんはだいたい、 えー、可能な時は午前中にはね、あげますんでね。えー、ま、ぜひ、楽しんでください。今日はですね、あの、美味しい、送っていただいたですね、秋田のワンカップとですね、えー、いただいたですね、木彫りのスプーンと、こっちのね、果物用だと思うんですけどね、ちっちゃいのね、このスプーンで、ね、えー、美味しい夜食をいただいております。もう少しやったら寝ますけども、今日は皆さんとのお話はこれくらいします。えー、どうもありがとうございました。また明日お会いします。ありがとうございます。